皆さんお元気でしょうか。蒸し暑いね、もうね、もう雨が降ったり、はい、まあ、それを置いといてですね、ちょっと大変です。私今日ね7月4日、うん、で6月の2日かなから出血しましたっていう報告動画アップしたと思うんですけど、今日現在出続けてます。やばくない？33日とか経ってるよね。まあまあまあ、でも1ヶ月以上だったことは前にもあったんで、はい、ちょっと正直、ナプキン生活が、げんなり、もうそろそろ限界来てますけども、薬は飲み続け、なんとか頑張ってます。明日ねちょうど婦人科に行くんで、出血してて本当に嫌なんだけど明日行ってきます。で、量は比較的ね、前回そのひどかった頃よりは若干少なめ、もういいんじゃないのっていうような日もありました。もうナプキンやんなくていいんじゃないのみたいな日もあったけど、まあつけっぱなしですね。で、油断してるとうわーっと出るわけですね。なんで私は、普通昼用ちょっと多い日っていうやつと290センチのやつと、はい、それをこう仕事とか寝るときとか量の少ないとき多いとか、はい、使い分けてなんとか今日まで頑張ってます。ちなみに今朝ね起きたら、まあ、昨日少なかったんですよ量が。で、油断しました。普通サイズをつけて寝たんですよ。そしたら普通っつってもあれですよ、昼用ちょっと多い日用みたいな、それがダブダブ、ほんと怖かった。ちょっと漏れたね。はい、まあでもしょうがない、付き合っていくしかない。はい、とにかく明日、婦人科行っていきたいと思います。頑張ります。おはようございます。翌日です。ついに婦人科に行く日がやってまいりました。行きたくない、ほんと行きたくない。結局出血は止まりませんでしたね。止まらない状況で婦人科に行くことになりました。嫌なんだよね、診察台出血してる状態の。うん、でもしょうがないから行ってくるよ。それで今日はね、超音波の診察台ね、超音波検診、それから血液検査やっていきたいと思います。なんかおかしなことになってなきゃいいなと思います。ちょっとね下腹部がやけにするんで、そんな痛み止め飲むほどじゃないんだけど、それがちょっと気になってますね。もろもろまた後で報告しますね。では行ってきます。取るのがさ、いつもうまくいかないんだよね。帰ってまいりました。はい。疲れた。検診行ってきましたよ。それで、もう検診中もね、だら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 出血してて、超音波で見てもらった時に、全然わかんないんだけど、こう画面見てたら、ああ、ほら、これ結構血が溜まってるでしょ、なんて言われてね。やってきました。で、痛いのよ。なんだか血を吸い取るやつが最初。うん。で、
なんかね、みんな痛いからクッてこう体がクッて上がっちゃうっていうのを下げてって言うんだけどさ、全然下げてんだけど痛くてクッて上がっちゃうんだってね。いや下げてたんだけどねみたいなまあ痛いけど、まあ、吸い取ってもらって、で通常 の超音波で中チェックして、で筋腫の大きさね、それはキープでした。3点いくつと2点いくつ。まあ私の場合そんなに、なんだろう、もっと大きい人いるけれども、場所がすごい悪いってことで出血をねしてしまうんだけれどもね。でついに薬が変わりました。うん、ジェノゲストは私結局子宮内膜症のがあって、子宮内膜症で飲んでるんだけど、筋腫がね大きいから結局血がやっぱ出ちゃうんだって。うん、なんかよくわかんないよね。あと3日分のジェノゲスト飲んだら、ホルモン点鼻薬、ナサニール点鼻薬でございます。これはい4つもらってきました。またホルモン点鼻薬が始まります。そんでこれやるとねピタッとセールが止まるんで、また頑張っていきたいと思います。あとジェノゲスト、これ飲み続けてる方、さっき言われたんですけれども、乳がんの検診を1年に一遍してくださいっていうことなんですけれども、乳がんに なって なられてる方とか治療してる方ってジェノゲストダメなんですって。だから乳がん検診してくださいっていうことらしいよ。うん、私ちょっと乳がん検査全然してないんだけど、まあとりあえず私はもうジェノゲストは飲まずにこのナサニール点鼻薬に切り替わるんで、うん、でナサニール点鼻薬は例えば、残ったものをね取っといて、もったいないから1本に詰めると2本ぐらいできるわけですよ。うん、それ打ち続けてると結局薄まったものを打つもので、これやってると長く、体がんのリスクが高まると言われました。うん、だからちょっともったいないと思ってこうパカッと開けて1本とかにしない方がいいのかなっていうところです。はい、はい、ちょっとすごい出血もしちゃったんで、これナプキン久しぶりに330、私今このぐらいで耐えられてますんで、うん、これを買いました。ですぐトイレね借りて、今日はひどい、本当にひどい。それからね関係ないんだけど、ごめん、もう勢いでこれウェットのこれツヤツヤになる櫛ね、これ売ってたんで買いました。で髪もさ、こう結んで診察台乗ったらここが当たるわけよ、ここに。そうだからね、もう診察台で取っちゃったの髪ね。だからこれちょっと病院終わったらこれ欲しかったの、これサラサラになるから、もしあれだったら皆さん買ってみてください。今更かもしれないけど、はい。それからもうさ、何この反動、解体反動。あとねナプキン買うだけだったのにね、もうねこれごめんね話関係なくて、レブロンのネイル、はい、なんか3色可愛くないですか。はい、なんか夏っぽいんで、こういう気持ちに変われるのですよ、婦人科が終わると。はい、これちょっとネイルやろうかなと思います。今日はもう絶対にね、ちょっと待って、暑い。今日はもう絶対ご飯は作らないって決めたので、これはい、もう焼肉弁当1500円ぐらい、うん、ドドン。お昼結局おにぎり1個だけ食べて、もう食欲もなくて下腹部痛もしてすごい緊張して具合悪かったから、めっちゃ今お腹空いてるのね。天むす、これ今食べようと思います。はい、それからすごいでしょ、急に元気になったでしょ。あとね、あとはかり売りしてるサラダとかあるでしょ、これね、ほんとごめんなさい、どうでもいいホタテ、ホタテ貝柱とエビ心臓大葉ハサミ、あとエビとトウモロコシの和風揚げつも、こういうもの、あとサラダ、あとこれシソね、あとこれ
はい。エビ新庄と、あとね、これは、チキンサラダ。チキンとアボカドと、なんだっけ。これを爆食いしてやろうと思います。はい。急に元気になってきたのよ。出血はちょっとしてんだけど。あとね、ケーキも買ってきた。これ見える?こう、ちょっと七夕チックな。一人で今日、爆食いします。ちょっと待って。てなわけで、まこさん、婦人科へ行くでした。このナサニール点鼻薬は、とりあえず9月までの分が出ましたから、今、7月でしょ?結局だから2ヶ月よね。2ヶ月後にまた行くことになります。はい。次回も診察です。はい。で、あと、血液検査してきたんで、5本取りました、今日。まあ、その結果はまた、9月に。はい。というわけで、これ、今月からやって、また、出血止めたいと思います。皆さんもね、ジェノゲスト、飲んでる方、頑張ってください。私も、ちょっとしんどいんで、今回、もうジェノゲストは先生もいいんじゃないかと。ホルモン点鼻薬でいいんじゃないかと。いう診断だったんで、私はこっちに逃げたいと思います。はい、みんなすんごい不安定で大変だと思うんですけども、お互い共に頑張ってまいりましょう。はい、というわけで、いそいそとしてますけれども、今日は夜、これらのものを爆食いして、はい、また明日から頑張っていきたいと思います。では皆さんも共に頑張りましょう。まこでした。またねー。あ、チャンネル登録とグッドボタン、評価よろしくお願いします。またねー。